どうも裏庭の主です。よかったらチャンネル登録してね。今回は近所への散歩の時間を利用して用水路に向かいます。目的を明確に短時間で行ってきます。歩いて5分ほどの用水路。ちょっと苔等で汚いですが、気にせず静かに進みます。休みの日の早朝なので、あまり音を立てないように、皆様もお静かに。とは言っても近くの民家まではちょっと距離がありますが、ありました。苔まみれの穴がリスが、苔を手で流していきます。結構簡単に流れます。こんな感じ。もう少し苔を取って、濁りが収まるまでの間に別のところへ行きます。ここにありましたが、状態が良くないのですね。これ全部苔まみれ穴かリス。真ん中の方は密集しすぎて
黒ずんでしまっています。先端のきれいなところをこけかき、手の具合で ただいま、きれいに洗って水くさしと水筒に入れておきましょう。まずは全体をすすいでから一本ずつ洗っていきます。水を流しながら手で軽くこすります。こうすることで汚れや貝を取り除くことができます。指先に違和感を感じたら見て確認していきます。私はこの程度で済ませますが、気になさる方は薬品等も使用して徹底的にやっているようです。あと少し。洗い終了。あとは石に束ねて水槽へ補充。100均の結束バンドと裏庭の石。石に束ねておくと扱いが楽になります。おすすめです。完了。洗いから束ね、時間かかりました。残すはこちゃんだけ。
こちら水不足特水道。点点点。本名は薄いタンク。物置小屋の屋根からポタポタと。雨水が溜まります。水が腐らないように。エアーレーションしてます。ここの水はケースを洗うのに使ってます。たまに水足しでメダカ水槽へも。ポちゃん。奥の水槽にも。手前に水草があると水を汲んだ時入ってきちゃうので奥へ寄せときます。てんてんてん。エアー止めて見せてくれるんだね。ちょっと待ってるよ。今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。